エアランゲンヘイシュタット郡は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケン北部の郡。郡域は、主に、松林が広がるミッテルフランケン盆地を含む。郡の東部をレグニッツ川とマインドナウ運河が、南北に貫いて流れる。郡北部は、レグニッツ川の支流であるアイシュ川がほぼ、東西方向に流れる。郡内には、池が多く存在し、養魚業が営まれている。郡の東部はフレンキシェアルプに連なる低山地となっている。エアランゲンヘイシュタット郡に隣接する郡は、北にバンベルク郡とフォルヒハイム郡、東がニュルンベルガーラント郡、南に郡独立市のニュルンベルク及びフュルト郡、西がノイシュタット・アンデア・アイシュバート・ビンツハイム郡である。また、郡独立市のエアランゲンが、南部から郡域に入り込んでおり、このためこの郡はエアランゲン市を逆 U 字型に取り囲む形になっている。メーレンドルフの水車西暦1000年頃に、後にこの郡に含まれることになる集落が初めて文献に登場する。1413年、現在も一部が残るレグニッツ川の水車のことが初めて文献に記された。1549年から1550年に第一次辺境白戦争が、1552年から1555年には第二次辺境白戦争が勃発し、これによりこの付近はひどく荒廃した。1715年、ヘムホーフェン城が建設された。水車の利用がピークを迎えた1805年には、レグニッツ川のフュルトとフォルヒハイムの間に約190基の水車が稼働していた。1812年、現在の郡域には、エアランゲン、ヘルツオーゲンアウラハ、ヘイヒシュタット・アンデア・アイシュの各地方裁判所管区が設けられた。同時にエアランゲンは、郡独立市となった。1838年からは、エアランゲン地方裁判所は、ミッテルフランケンに、ヘルツオーゲンアウラハとヘイヒシュタット・アンデア・アイシュの地方裁判所は、オーバーフランケンに属した。1862年に、エアランゲン地方裁判所管区から同盟の管区長が成立し、ヘルツオーゲンアウラハとヘイヒシュタット・アンデア・アイシュの地方裁判所管区からヘイヒシュタット・アンデア・アイシュ管区長が成立した。1818年の自治体令により、自治共同体が再興された。1886年から1900年の間に、ヘルツオーゲンアウラハ、ヘイヒシュタット、シュリュッセルフェルト及びエシェナウ域の鉄道が建設された。1919年、自治体の新しい条例が施行された。1939年、管区長に行政部門担当の郡が置かれた。1946年郡制度が施行された。これにより、1952年に初めて住民の自由意志による地方議会選挙が開催された。1972年の自治体再編の枠組みで、それまでのエアランゲン郡及びヘイヒシュタット郡の大部分と、バンベルク郡、ホルヒハイム郡、シャインフェルト郡、ラウフアンデア・ペグニッツ郡からのいくつかの市町村を加えて、新しい郡が組織された。当初この郡はエアランゲン郡と称したが、1973年5月1日以降は、エアランゲンヘイシュタット郡と改名された。この再編でオーバーフランケンの領域がミッテルフランケンに編入されたことになる。エアランゲン市は郡独立市のまま据え置かれたが、町村を合併し拡大された。図柄、向かって左半分は金地で銀の斜め体の下に左向きの赤い爪を持った黒い獅子。向かって右の半分は青地で赤と銀の縁取りの中に金色の水車の上半分が描かれている。エアランゲンヘイシュタット郡は、かつてのエアランゲン郡とヘイシュタット・アンデア・アイシュ郡とが合併してできた郡である。郡の紋章の一部は、旧ヘイシュタット・アンデア・アイシュ郡の紋章である。それは、バンベルクの獅子を描いたバンベルク司教区の紋章で、この地域が1802年までバンベルク司教領であり、ヘイシュタット・オーバーアムトの所在地であったことに由来する。縦型を縁取るのは、旧エアランゲン郡の郡域をバイアースドルフアムトとして治めたニュルンベルク城伯及びブランデンブルクバイロイト辺境伯の紋章にちなんだものである。青と金という色は1805年まで郡域のかなりの部分をその支配下に収めていたニュルンベルク市の紋章に由来する。水車はレグニッツ側に多く建設され、現在もいくつかを見ることができる、この地の風景の象徴となる建造物である。保存されている水車のほとんどは、メーレンドルーフで見ることができる。郡独立シアランゲンには1844年から、ニュルンベルクとバンベルクを結ぶルートビヒナンボク鉄道の駅が設けられていた。19世紀の終わり頃、この大学都市は2つのローカル線の出発点となった。1886年のエシェナウ経由、グレーフェンベルク行きと、1894年のエアランゲン近郊のブルック発ヘルツォーゲンアウラハ行きである。かつて郡庁所在地であったヘーヒシュタットは1892年にホルヒハイムからの鉄道が開通した。郡北部の町村を1900年に開通したローカル線バンベルク・シュリュッセルフェルト線が走っていた。この郡の鉄道路線の総延長は 75km となったが、そのうち 41km で旅客輸送が廃止された。以下の路線である。ありがとうございます。